そんな、だってさ、俺びっくりしたのが、羽生譲るっているじゃん。羽生譲る。あいつ、とにかく試合前にリラックスしたいからっつって使ってるイヤホン17万円らしいよ。他人からしてみれさ、イヤホンなんて別に何でもいいじゃん。羽生譲るのイヤホン17万よおかしくない 自分の耳にパチッとあって音質良くてオーダーメイド俺からしてみりゃイヤホンなんてほんとなんでもいいからこだわる部分ってあるんだよこだわる部分 あるんだろうな。たださ、羽生結弦からしてみたらさ、あいつ声もでかくねえから、ボ止ス買うお前なんてバカだなと思ってるはずじゃん。俺は17万のイヤホン買うお前バカだなと思ってて、向こうは、いやいや、お前こそボーイス買ってる方がバカだろっていう、もう水かけ論。多分、自分しか、俺、これに、こんだけ、お金かけてるけど、周りからは誰にも、だフィギュアとか書いたらいいじゃない俺フィギュアなんか1個持ってないし、別に買いたもとも思わないけど、 まあ、あ人並みにさ、ドラゴンボールのフィギュア欲しいな、ぐらいはあるけど、あんな1個10万とか20万するやつあるじゃん。分かり合えないでしょ。スニーカーとかさ、理解できないよな。 でもあいつは集中したとき僕もあるから防湿いいと思いますって言うとも <laughs> なんかもう二十歳ぐらいのクソガキに俺がなんかもう遅れを取ってるじゃんすでに精神年齢でお前あれだなイヤホンそんななあゴミみてえなあれ使いやがったよ加藤さんあなたは僕を非難するかもしれませんけど僕はあなたの気持ちわかりますよなんで俺がなだめられなきゃいけねえんだ包容力俺ニューズのこと好きになったわ包み込まれた譲るに <laughs> しかも 煽りとかじゃなくて普通に、いや、わかりますよ。そういう時ありますよね。気持ちわかります。<laughs> 投げ銭切るソフトに30万。わかりますよ。男ってそういうところありますよね。何かこだわりを、何かこだわりに対してお金を出す時ってありますよね。僕でも書けると思います。言うと思う。分かってくれると思う。譲るなら。 理解力がやばいな。ハニにゅう嫌いだから話さないけど、俺、ちなみに、ここにいる視聴者全員、ハニゅうゆよりお前の方が嫌いだぞ。<laughs> びっくりしないねえ、今お前びっくりしただろう。お前ハニゅうゆのこと嫌いじゃん。その10倍、みんなお前のこと嫌いなんだよ。自分の小ささに、しか、でも、唯一お前のこと嫌いじゃないのがハニゅうゆだよ。わかるよ。そうですよね。僕なんかちょっとなよなよしてるし。 やってるスポーツがちょっとフィギュアスケートだから女性的だし、僕のことを非難したい気持ちもわかります。でも僕は、あなたのような人たちも、僕のことを応援してくれる一人だと数えてるんで、そう思って今お前どう俺はお前のこと大嫌いだし、ハニーユーズの方が全然好きなのね。多分俺の配信者、視聴者全員お前の方が嫌いなんだけど、唯一譲るだけは、どう思ういいよって。それで君がむ、あなたが報われるなら全然僕は構いませんよ。 僕頑張りますね。次のオリンピックもって。あなたに悪口言ってもらえるような人でありたい。お前の小ささを知れよ。バカタレが。<laughs> そう、精神力化け物。だ精神力化け物じゃなきゃオリンピックで金メダルなんか取れねえだろうがよ。お前普通のメンタルしてて、オリンピックで金メダル取れると思うのかそんなこんなちっちゃい島国のさ、よ、外に出れねえようなインターネットでカタカタやってるやつに一言悪口言われるのと、な オリンピックの世界で全世界が注目して、な、カメラ何百台ってあってニュース世界中で取り上げられて、ちょっとでも失敗するようなもんだったらさ、親の仇のように叩かれてるような人間がですよ。おいうんこちゃん俺あいつのこと好きじゃねえからよ俺の、あのー、好きなまゆゆがさ、あの、偽アカウントで羽生譲れ応援してたからうざいよなどっちが正しいと思いますか みんなどっちにつけ、みんなどっちにつくの俺、譲るにつくからね。ポコチンもし、金玉、金玉も心臓も小さいなで俺も、でも聞いて、さっきのあの、この紫の部屋にいた人、俺も、ちょっと待てでは、おいおいみんな、羽生譲りがよ、バカみてえによ、イヤホン17万で買ったんだよバカだよな無駄なところに金かけやがってよなんだき金持ち気取りかでも俺の声が届いたはず、羽生譲りはいいですよ。 許してくれて、俺も、大人になれたのね。今、チャンスだよ。<laughs> 羽生結弦譲る、性格悪い説があるぞ <laughs>。どうするよこれ、俺が作られた、俺が作った偶像だったら。すっげ、マリファナとかガリガリ吸ってたどうする歯の、マリファナ、でぅ、吸てさ、ねえ、あのー、歯茎きに、加藤さん、 あのー、覚醒剤だよね。歯茎から行くといい吸収がいいんすよ歯茎にグリーッつってやってさ、歯の、歯と歯の前歯の隙間からスーってマリファナの煙入ってたら。他のフィギュア選手の演技笑ってた記憶がある。いいじゃねえかよ、お前。そんなこと言ったら金本と、友明は矢野がゲッツってる時タバコ吸ってたぞ、こうやってプーつって。抜かれてたぞ、お前。古きだって。 村田がさ、サードフライ打ってる時に、古木がさ、後ろの方でふわーってタバコ吸ってたの。いいじゃねえかよ、別にそんぐらい。笑顔になれるぐらい。心が狭いの。それでライバルが失敗したら笑顔になっちゃうだろ。よっしゃ、金メダル取ったぞ、って。<laughs> ほら、古木喫煙の、ほら。お前は古木喫煙の、な、映像を見て、 一回自分をな、なだめろ送ってくれたから。よかったな。<laughs> 羽生マジで嫌いだからこの話やめてくれ、ほら。な同じような <laughs>。なんで羽生アンチがいいの、そんな <laughs>。羽生結弦る嫌いになるところでどこ <laughs> ちょっとなんか釜っぽいところ <laughs> 自己愛が過ぎるところが嫌い。ああ、まあでもそれはさ、表現の一環として必要なんじゃないそんな自分なんかどうせって思ってるようなやつさあ、あんなトリプルアクセル、トリプルルッツできないでしょあの顔見てみろよこの世の中、この世は僕を、お中心に回ってるよな綺麗なうんこちゃんでしょ、あいつ。羽生結弦は。みんな素敵になる、素敵だよな綺麗なうんこちゃん俺から毒素全部抜けたらちょうど羽生結弦になるんだよ。 ハニューゆずの毒素俺が全部吸ってやったの。ピッコロと神様みたいな感じで。元は一人の人間なんだけど、分離するときに、カタッツの子供から、子供がな、分離するときに、邪の成分を俺が吸い取って、用の成分だけ残して、ハニューゆずに置いてきたの。<laughs> ヒカキンのツイートのリプランがキモすぎる件についてちょっと見てみるか。<laughs> 絶対大したことねえんだろ。このページは存在しません。お前なんか泣き者とされてるぞ。おいうんくちゃん早くヒカキンの悪口言ってくれよ 言った、お前の存在が神様から消されてる。ごめんな。消されてて。神が判断したって。ヒカキンよりお前の方がキモいぞ、つって。お前の方がキモいんだよ。クワタが言ってたわ。ヒカキンキモくないよ。お前の方が全然キモいんだよ。顔だけ見てもお前の方がキモいんだよ。俺じゃねえぞ。クワタが言ったんだからな、今。 桑田と駆けが言ってた。非常にキモいですねーって掛布も言ってた、隣で。桑田と。笑顔も言ってた。そうですね、キモいですねーって。三人から言われたんだぜ。その三心から、解説三心からお前、もう認められたし、認められしキモさ。びっくりしたわ。俺もまさかそんな、そこまで言わんといてくださいよ。僕の視聴者に。って思ったけど。ボロカス言われ言われてたわ。 岡田はそらそうよって言ってた、そりゃ。<laughs> そりゃね、藤川もキモいしね。ほんな藤川未満のね、うんこちゃんの視聴者なんてね、みんなキモいですよって言ってたよ。藤川も野球してなかったらキモいしね。あいつで追われてよかったですよって言ってた。びっくりした。意外と毒舌なとこあるからね、解説陣は。立つかあのねあのね、インコースねあのねわかりやすいんだよ。お、どんで一番難しいからね。ほんとに。 意外と早口なんだよ、どんでん。